にちは、いおりレジンの西川です。今日はいつも私が撮影している場所をまず紹介したいと思います。ここに座って撮影をするんですけど、だいたいここの部分に携帯をセットして上から撮影するような感じにしています。ただどうしてもここに手が当たってしまって画面が揺れてしまったり、上から撮影するために渦の作業の時にきちんと映ってなかったりとか、そういったところがありましたので、今日はそこに気をつけてなるべく分かりやすく伝えれるように工夫をしてみたいと思います。では今日もお付き合いよろしくお願いします。作成に入る前にレジン堂さんで購入した商品の紹介をしたいと思います。これ最近新発売になったセツナというレジン液なんですけど、65g 入って850円とコスパもすごく最強で、今まで使ってたもの、今後も使っていくんですけど、通常使うものは汚いんですけど、アクティブレジンというものが 100g 入って1980円でした。だからかなりこちらがお得になります。で、もともとレジン堂さんのものは透明感もあるし、気泡がすぐに消えるというところもあるし、おそらく黄ばみ防止とかも考えてくださってると思うし、他のレジン液に比べて収縮がかなり少ないというところがあって、これもすごく良かったんですけど、これを上回るようなものとして作られてると思うので、すごくこれ質もいいしお買い得だと思います。でちなみに前々回使用したこの100均のレジン液は税込み330円で、20g ですね。なのでこっちの方が100均よりもお買い得という感じになります。試しに使うにはこれでもいいのかもしれないですけど、でまず今日はこちらのセツナのレジン液を使って宇宙玉レジンを作っていきたいと思います。あと、渦に使うパウダーなんですけど、今回同じくレジン堂さんで3点購入しました。でこちらがミラージュの海王というカラーで、なんか結構人気で、あ、残りわずかとか書いてあったので釣られて買いました。でこれが同じくミラージュのアスラという色、持ってるのと同じ感じもするんだけど、これを買って、あとこれは、マギアエフェクトという種類のビオラで、これすごく綺麗なんですよね。なんか購入する時の写真を見るのとはまたなんか違うんですけど、これは購入して届いてからは綺麗だなと思いました。で今回この3つでこのパウダーを使って作ってみたいと思います。これを使っていきます。レジン堂さんのはすごくいいんですけど、匂いがあります。バジコさんの星の雫よりも匂いがあるので、最初慣れるまでは大変だったかな。でももう今は慣れたので何ともないです。今まで使ってたアクティブレジンよりもサラサラしてる気がします。こう吹かします。気泡はアクティブレジンの方がすぐに消える気がします。30秒ぐらいで完全に固まりますね。そしてカラーはジュエルブルーとミッドナイトブルー、ほぼ紫、ジュエルピンクを使ってみたいと思います。まずは一番下の土台から作ります。スーパーブラック使います。
サラですね。アクティブレジンは 100g タイプを購入するんではなくて、前回は 1kg のものを購入したんですけど、もうなんか 1kg のものを販売してなかったので、今回は 500g のものを購入して、結構 500g とかってまとめて購入するんですけど、そのまとめて購入するよりもこっちをこまめに買った方が金額的には安いのかなと思ったんですけど、ここまでやってる段階ではなんかアクティブレジンの方が好きかなっていう、まあ、使い慣れてないからかなとは思うけど、まだ違いがさらっとしてるということと、気泡があんまり残る気がします。でこれで硬化します。硬化終わりました。次は一つの宇宙玉レジンに3種類のカラーの渦を入れてみたいと思います。まずこのアスラで作っていきたいと思います。この色です。一つしか作らないので渦一つ分、ほんの少しでいいかと、おお出すぎたかな。サラサラしてるので結構軽くでドバッと出てしまいますね。上手に撮れるかわからないんですけど、ちょっと横から撮影しています。結構量入れました。気泡ゼロですね。結構散りますね。これは結構ラインを引いた途端にふわっと散るので急いで硬化しました。こういうのもちょっと大変なんだけど、中にこういうのがあっても綺麗かなと思うので、まあ、このパウダーはこういった形の渦になるということを頭に入れておいて、入れてあげたりするとまた綺麗かもしれないです。で、貝を入れていきます。なんかこれも散っていきそうですね。おそらく同じメーカーなので、多分このまま入れると同じような、こんな感じの同じような渦が2層できてしまうので、それを避けるためにやはりミラーパウダー、これはジェルネイル用なんですけど、これをちょっと一緒に入れたいと思います。そうすることで若干色味は変わってしまうんですけど、細いラインの渦ができるんじゃないかなと思います。下の渦はふわっと散ってるんですけど、上の渦はジェルネイル用のミラーパウダーを追加で入れたので飛び散りは抑えてるんですけど、色はちょっとゴールドに近い色になってしまいました。こんな感じですごく色は綺麗なんだけども、これもきっと散るタイプじゃないかなと。なんかいまいちなんですけど、一応仕上げてみます。赤い京都オパールを入れたいと思います。この時点でうんと思っても、実際に仕上がってみないとわからないところが
結構宇宙玉レジンってあるので試しにやってみたいと思います。これで硬化します。硬化しました。貼り合わせがうまくいかないっていうコメントをいただいてたんですけど、今これレジン堂さんの刹那新しいレジン液を使ったんですけど、今これを見る限りでは全くここに隙間がないんですよね。でも他のレジン液を使う時に何度も何度も硬化しているうちにここにレジン液が収縮してここに隙間が出てしまうんですよね。でここに隙間が出たままこちらにレジン液を入れて蓋をすると当然大きさが違うので段差ができてしまうと思うんですよね。でそれを防ぐために私はここの隙間を、この時点で埋めています。で今これもう隙間が全くない状態なんですけど、念のためにもう私は常に段差を作らないようにするためにここの中にレジン液を入れていってます。結構レジン堂さんのは自ら、気泡が消えてくれるので先にこちらの方にレジン液を流し込んでおきます。でこれの状態にしてこちらにも結構多めに入れて、ここを開けてこの中に隙間の中にレジン液を入れます。最初にこれをしようと思ったのはもう確実にここに隙間があって収縮しているのが分かる、ちっちゃくなってるっていうのが分かってた時なんですけど、レジン堂さんに変えてからはそういうのが少なくなってので、やっぱり使うレジン液とかにもよると思うんですけど、まあ、こんな感じでもう最初から隙間が空いてたりする時もありましたので、この中に全部入れて隙間をなくしてあげます。でこうやって気泡ができるんですけど、今まで使ってたのはこの状態でももうプツプツと勝手に気泡が消えてたんですけど、新しいレジン液、刹那のレジン液は自力ではなかなか消えないですね。かなり残ります。でも他のメーカーさんのものに比べるとやはり少ないとは思います。完全に隙間にレジン液を入れてこの状態にして、今これ下が白いんですけど背景を黒にした方が見えやすいです。で気泡を取ったら一回一回拭いてあげないと、爪楊枝に気泡がついたまままた次の気泡を取るとまたその取ったはずの気泡が中に入ったりするので、その都度拭いてあげた方がいいかなと思います。もうちょっとなみなみに入れてあげた方が、溢れる分はねいいんですけど、足りない時は悲しいです。こちらは気泡が取れました。そしてここからなんですけど、型があるのでこの型に合わせて置くんですけど、これも揺れます。なので一気に蓋をします。で蓋をしたら軽くだけ押さえて、均等に軽く押さえて数秒押さえたままにして離して、もう触らないです。で硬化が完了しました。でこのくらい垂れてきてるんですけど、今日は少ない方です。もっとだらっと垂れたりするんですけど、本当に少なかったら球体の中に気泡ができたりするので、もう私はたっぷりめに使った方が安全なので、そのようにしています。でこれ開けます。開けるときはこれは、アルコールです。手指消毒用のエタノールを使ってます。で、それを吹きかけることによってモールドの劣化を遅らせます。
と今曇ってて見えないけど、綺麗かも。ハサミで切ります。少しまだこう段差は残ってるんですけど、ここであまり削りすぎるとまたここがいびつな形になるので、ここは激しい凹凸を取るくらいにして、このくらいの段差はあとはサンドペーパーで磨くときに落としていきます。これで研磨していきます。今240番で研磨が終わりました。こんな感じで境界線が分からなくなったかと思います。これで研磨が終了です。金具をつけます。周りをこうじっくり光に当てながら見て、汚れ、ほこりとかついてないかとか、気泡がついてないかとか、そういうのも見ていきます。これはこれでなんか綺麗な気がするけど、完成です。こんな感じで仕上がりました。一番最初に入れた渦も結構なんか虹色に輝く感じで綺麗な気はするんですけど、ここから見たらこんな感じ。綺麗ですよね。透明感があって、金額が安いからこれからスタートする人にもいいんじゃないかなと思います。